こんにちは、高見です。今日はね、西洋名画を見るときのちょっとしたコツを紹介したいと思います。西洋名画を見るときにですね、こう絵を見たときに情報がですね、全く背景知識がないとなかなかね、どういうふうに見たらいいかわからないというふうなことがよくあるんですけど、まあ、そのときポイントになるのが、このギリシャ神話と聖書、この2つをですね、その物語を知っておくとかなりですね、何を書いているのかっていうのが読み取れるので、絵を見るのが楽しくなるかなと思います。ちょっとね、今回はこのギリシャ神話と聖書の中の、聖書、結構聖書の絵も多いんで、そっちの中のさらにですね、聖書って、新約聖書と旧約聖書があるのですが、その新約聖書のね、中を紹介していきたいと思います。で、この新約と旧約っていうのは、何が違うかっていうと、大きく分けると新約はですね、イエス・キリスト誕生後の物語、旧約はイエスとキリストが誕生する前の物語っていうのが記されています。そんな新約のですね、中でも、新約いろいろあるんですけど、新約の中でもですね、イエス・キリストの生涯が大まかにどういうものだったのかを紹介したいと思います。イエス・キリストのですね、生涯というのが、西洋の名画の中でですね、いろいろな画家が、例えばですね、ミケランジェロとかレオナルド・ダ・ヴィンチとか、あと他ラファエロとかですね、いろんな、有名な画家がいるんですけど、そういうふうな有名な画家がですね、結構この聖書の題材を採用してますので、ぜひね、どんな流れがあるのかっていうのをしていただくと、名画を見るときにですね、大変助けになると思うので、ちょっとだけ紹介したいと思います。これ本当主要な場面だけなんで、全然これだけ知っていたら他は知らなくていいってわけではないんですけど、ちょっと、ね、主要な場面を紹介します。まずこの新約聖書はイエス・キリスト誕生後の物語なんですけど、その中でもね、そのイエス・キリストの34年で30数年生きてますけど、その30数年の生涯の主要な場面に絞っていきたいと思います。ちょっとあんまり広げすぎると情報量多くなっちゃうんで、イエス・キリストはですね、まずイエス・キリストのお母様の聖母マリア様が受胎告知というですね、あなたは神の子を、子供を身ごもりましたよというですね、ことをですね、大天使ガブリエルから言われて、その処女妊娠というふうなことになるんですが、その受胎告知というふうなシーンが、イエス・キリストの始まりですね。イエス・キリストが誕生する始まりのところになってきます。で、そこからその受胎告知を受けたらですね、イエス・キリストが実際に誕生するのですが、それがね、ベツレヘムというところのですね、家畜小屋の中で生まれます。これがイエス誕生で、このイエス誕生を知ってですね、東方三博士の礼拝とか、いろんな物語があるんですが、とりあえず、イエスが誕生しましたと。で、イエス誕生した後も30年ぐらいですね、イエス誕生してから30年ぐらい過ごした後ですね、宣教を開始するんですね。これキリスト教を、教えをですね、いろんなところから、いろんなところ行ってですね、宣教するというふうな、宣教を開始します。で、その宣教開始した後ですね、イエスキリストの奇跡ですね、水が目の中の水をですね、ワインに変えるとか、いろんなね、なんていうか、皮膚の、病気の人を治すとかですね、いろんな奇跡を起こします。奇跡を起こして、で、有名なですね、山の上で説教、これが、カファルナウムっていうところの、近くの山でですね、説教するんですが、そういうふうな説教をしたりして、大活躍するんですね。大活躍した時にですね、結構当時 のユダヤ教徒ですね、ユダヤ教徒立法学者にですね、睨まれてしまって、捕まって十字架に貼り付けられるというふうなことなんですが、そういうふうにこう受難ですね、最後受難を受けて、十字架で亡くなるというふうな運命をたどります。で、ここでですね、どんなふうに裏切られるかというと、イエス・キリスト12人のお弟子さんがいるんですが、その12人のお弟子さんの一人、ユダという方が裏切るんですね。このユダはですね、裏切ることをイエス・キリストから予言されます。それが最後の晩餐ですね。結構レオナルド・ダ・ヴィンチとか書いてますけど、その最後の晩餐でイエス・キリストと12人のお弟子さんが食事をしますと。その時にイエス・キリストが、何時の一人我を恨ん、この中に裏切り者がいるっていうふうに言うんですね。その中でイエス・キリストのこの裏切り者がいるというふうな言葉の後ですね、実際イエス・キリストをユダが裏切ってですね、イエス・キリストが逮捕されて、十字架にですね、貼り付けられて亡くなるというふうな運命をたどります。これざっくり、相当ざっくりなんですけど、イエス・キリストの生涯について紹介しました。30数年生きたと言われております。ということで、今回はですね、イエス・キリストの生涯について紹介しました。
またちょっとね西洋名画の見方とかですね、いろいろ紹介していきたいなと思いますので、またね他のちょっとことも簡単にまとめて紹介したいと思います。それではバイバイ。